海と日本プロジェクト海で宝。那覇市寄宮にある料理教室ヨンナーフードでさばける塾が開催されました。魚をさばく体験を通して子どもたちに魚を食べる文化を受け継ぎ、海の環境保全の大切さについて考えてもらおうと2016年から毎年行われています。今年は新型コロナウイルスの感染防止対策として初めてのオンライン開催。講師を務めるのは琉球料理家の加用和美さん。じゃあお腹の方のヒレを持って、でこういうふうにして包丁を持ってますね。で包丁の真ん中ぐらい、ここをここのヒレの下ぐらいに当てます。みんな上手にさばけるかな、はい、今回は沖縄の海で獲れた白身魚を使って魚汁と刺身の酢味噌和えにチャレンジ。三枚おろし、みんな上手にできたね。骨がついてるものはいい出汁が取れますから全部使っていいですよ。魚汁のいいところは捨てるところがないです。切った部分をすべて使い、水が入った鍋に入れ生姜を加えて火にかけます。アクや火加減に注意しながら、続いて刺身の酢味噌和えを作ります。半身の皮の硬い部分を剥いで食べやすいサイズにカット。下ごしらえをしたきゅうりと一緒にして酢味噌と醤油を加えて混ぜれば完成。魚汁の方そろそろ仕上げに入りたいと思います。味噌で味付けをして豆腐と葉野菜を加えれば完成。魚汁と刺身の酢味噌和えができました。どれも美味しそう。みんな作ってみてどうだった？自分で釣ったお魚で、できてとっても楽しかったけど、ちょっと難しいとこもあったので面白かったです。初めて魚をさばいたのでわからないところもあったけど、刺身を切るのが楽しかったです。海で取ってきたお魚の命をいただくということがまず前提にありますよね。それを余すことなく出汁に使ったり、身を食べたり、そしてお刺身にしたりというふうに、皆さんにさばいていただいて食べていただくということで、命の大切さというのと、あとは海を大切にしようという、心、それが、まあ、調理をしながら子どもたちに伝わったんじゃないかなっていうふうに思います。海と日本、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。